ゴルフクイーンのコーナーです、はい、大城プロがバンカーショットがお得意ということで、はい、私はとても苦手なのでちょっとアドバイスをいただければなと思うんですが、はい、あの男性よりも女性の方がどちらかというと力が弱いじゃないですか。でバンカーっていうのは重たい砂を飛ばすためになかなか距離が出せない、無理するとこうトップしてしまったりとかあるので、女性なりにどうやったらこのバンカーショットうまく打てるか教えてもらいたいんですが、はい、ちょっとこれ距離が遠いですからなかなか寄せるには難しいですけども、はい、ね、原さんに言ってもらってどの辺気をつけたらいいかも、ね、はい、踏まえてまた教えてもらいましょう。はい、ちょっと、うん、まあ手前めに入ったけど、まあまあ手前めで行っちゃいました、ね、と今の原さんのバンカーショットなんですけど、はい、少しボールがこう結構左足に入ってて、で体重がすごいここにこう右の側面が浮くぐらいこう左に体重が乗ってたので、逆にもう少し右足寄りに置いて、でこう全体的に体重かけてあげて打つともっといいかなって。遠く飛ばしたいから重心をかけすぎてしまってるっていうのが、でもこっち側の足がこう浮いちゃってたんで気になりました、はい、あとは少し距離があるときはあまりフェースを開きすぎないようにしてます。大城プロのお手本、ボールの位置は右足寄りです。綺麗、うん、いい弾道ですね。オッケーオッケー。私すごい左足に体重かけ気味っていうことだったんですけど、はい、例えば今これ距離があるから、真ん中重心まあ真ん中辺っていうことだったんですけど、はい、もし近かったりしたらもうちょっと左にやっぱり重心かけたりしますか？特にその体重かける位置とかあんまり私は意識してないんですけど、結構ボールの位置とフェースの開き肩だけを意識してやってます、うん、いつも。じゃあちょっと原さん、はい、今のを踏まえてもう一度打ってみましょうか。はい、ね、じゃあこのちょっと遠いバンカーは、はい、ボールのポジションをあんまり左に置きすぎない、うん、左に置きすぎない、はい、で体重をそんなに左にかけすぎないで、はい、かけすぎないで、うん、重心を下げる、下げる、はい、しっかり、ね、見てたらこう足をしっかり両方しっかり埋めてましたね。フェースを開きすぎず、うん、打つ、しっかり体重をそう落として、落として開きすぎず、面でいいのかな。あ、すごい、クリーンに当たっちゃった。うん、でも悪くない悪くない、うんうん、距離を出す打ち方なので、うん、はい、今のは、まあ、悪くないですね。悪くないですね。砂の取り方とか、うん、さっきよりはいいと思います、うん、よかったです、はい、うん、要は左に体重をかけるか下に落とすかって人それぞれいて、うん、左に体重をかけた方がいい人っていうのはこう全体的じゃなくて下半身だけかける、これは体が動きやすい人って特にこう一つの体重に一つのポイントを作った方がいいんですよ。で通常の人は真ん中に置いてそのまま下に落としてもいいし、自分が振りやすい方をチョイスすれば僕はいいと思ってるので、これは自分で練習しながらどっちがいいか、ただ重心が上にあってフラフラすることだけは絶対避けなくちゃいけないのはバンカーショットだと思うので、距離を出すときはボールのポジションに気をつけてやっていけば原さんも良さそうですね。はい、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。